はい、でも皆さんこんにちは、こんばんはございます。もちゲームズ、もちです。今回ですけども OB 第2弾のね、昨年を振り返りたいなと思います。ということで、まあ、今回ね、動画さっき撮ったんですけども全然撮れてなかったんで、急いでね、もう一回撮り直してます。めちゃくちゃ泣いてます。あとね、スピリーグの結果発表も先ほどねやっちゃったんですけどもね、まあ、なんとか無事ねリボン取れたってのと、 S ラン契約とかも引いちゃったんですけども全部取れてなかったんでね、いやかなり泣いてますね。はいまあ一応ね、まあ、最初3連敗ぐらいはしたものの、なんとかリボンは獲得できたってのは今良かったかなと思います。まあそしてね、リボンの数もねやっと9個にも増えてきたんで、結構嬉しいですね。まあ着々とねリボンは増えてるのかなと思います。まあ今年中にね、まあパリーグ杯、いやどうだろうね、ちょっと今年パリーグ杯ね、やっぱリボン欲しいんでね、やっぱドブリボーラーとしてはね、パリーグ杯のリボンもなんとか取りに行きたいんですけどもね、まあちょっと僕のオーダーとね、現実のリアタイ的にはかなり厳しくなってきてるのかなとは思いますけども、まあやれるとこまではねやってみようかなと思います。まあ、あと世界ランクの方もね、また久しぶりになんとか3000位はね乗ってきたんで、まあその点においてもね、まあまあいいのかなと思いますってぐらいですかね。いや結構話したんですけども全部ね取れてなかったんでめちゃ泣いてます。あ、そうランク戦もねシーズン変わったんですけども、やらなすぎてねシルバーランクに落ちてたってことでいやーちょっとこっからまずプラチナ上げるとこから始まるんでね、まあ、かなり厳しいですけども、まあ、前回まあしゃあないですね、ゴールドだったんで、まあまあ、あ増えてる、ズゴーとふむふむ。僕、調子くんの LINE スタンプが勝ちなんですよ。もう LINE で調子くんのスタンプ多分誰よりも使ってる自信あるんですけども、ズコーね、あ、嬉しいですね。ふむふむとズコー、嬉しいですね。これ持ってないスタンプいっぱいあるけど、あ、てか、S ラン契約書コーチさ、先月交換しとけなかった。まあまあまあ、またね、とか、めっちゃ欲しいスタンプある。あ、ちょっと、あれですね、ちょっと本題入る前に、先ほどもなんかこんな流れだったんですけども、S ラン契約書交換して引こうかな、じゃあ。そう、さっきは、なんだっけ、そのスピリーグの、あ、待って、もったいないか、危ない危ない危ない、そっか、あ、待って、交換しちゃった、ははははは、原突コーチがいいのか、ちょっとやべ、全くプロスピしなすぎて、その原突コーチ交換した方がいいっていうことすらも忘れてました、ちょっとやばいっすね、まあいいわ、なんでも。この間 OB 第1弾の累計漏れたことによってね、やらなかったことによって、本当にさらにね、モチベが低下してたんですけども、まあまあ、狙いの選手は、マルティネス選手かな。皆さん、マジでもったいないですからね、本当に。絶対、原突コーチ交換した方がいいし、あと、この時期はね、今月のね、10月の後半の方まで S ラン契約書を持ち越したら、完全移行まで持ち越せるんで、まあ、絶対今聞くのもったいないんですよ。お、タミヤ、ユワくん、あ、シリワンか。ユワくん嬉しいけど、シリワンか。まあまあ、こうなるんすよ。こうなるから、マジでもったいないです、本当に。はい、皆さんもぜひ、こんなことなんないようにね、しましょう。ユワくん。伊藤選手ね。伊藤選手、今年すごいっすよ、先生。はい、皆さんも気をつけてください。はい、最近はちょっと僕自身、OB に漏れたしねやってますね。今なんかボケとしてて、あ、そういえば原突コーチの方が交換するのが良かったってことを、ね、忘れてしまってました。はい、ということで切り替えられないけど切り替えて、昨年のね OB 第2弾を見ていこうかなと思います。本題入るまでめっちゃ長かったけども、まあ、これもさっきやったんですけどね、まあ、ちょっと時間がねちょっと今今日ないんで急いでやろうかなと思います。まずなんですけどね、高橋由伸選手かなと思います。まあ、昨年のね OB 第2弾めちゃくちゃ強くて、まあ、毎年強いんですけどもね、なんといっても高橋選手かな。まあ、高橋選手がねはい出てましたリッパー A 同値ですしね、まあ、文句ないですし、ライト最強かな。まあ、ライトはね、高橋選手持ってればもう困りません。はい。なんでね、高橋選手ほんと12球団勢でもね、必須級だと思うので、まあ、ぜひ皆さん獲得してみてください。多分ですけどもね、今年もね、登場してくるんじゃないかなと思います。現在3年連続登場中ですし、まあ、コナミさん側からしてもね、やっぱ高橋選手はですメリットしかないと思うんでね、まあ、出てくるんじゃないかなと思います。まあ、あと糸井選手かな。まあ、同じく外野なんですけども、糸井選手はね、
強いですね。今年多分ですけどもね、オリックスバージョンで登場してくると思うんですけども、糸井選手もね、文句なしで強いんじゃないかなと思います。特にやっぱ日本ハムバージョンよりも、オリックスバージョンの方がね、デフォルトの能力高いですし、あと守備適性とかね、考えても強いと思うんでね、今年オリックスバージョンはね、かなり重要、重宝されるんじゃないかなと思います。特にセンターとかで使えるのはいいかな。ライトでもいいけどね。昔やっぱ猛者の方はね、一番ライト糸井選手ってイメージがあったんですけども、まあ、最近はやっぱどんどん高橋選手に切り替わってるというかね、やっぱり高橋選手の使用率の方がね、上がってるのかなと思います。ただまだ今でも糸井選手使ってる方は結構いるかな。まあ、あとは誰だろうな。まあ、シュルツ選手とかもね、ツーシーム確か A だったし、あと浜中選手とか山崎武史選手とかね、まあ、そういったね、アーチストの選手もね、結構登場していましたし、まあ、そういった面から見てもね、かなり強かったのかなと思います。まあ、あとオリックスのね、赤堀選手かな。赤堀選手とかもね、昔ムービングの回転分かりにくかった時はめちゃくちゃ強かったんですけどもね、まあ、ちょっと今はね、大会とかワンポイントで超タイムピンとかやったらかなり強いんですけどもね、まあ、それ以外はちょっと厳しいかなっていう感じです。あとローズ選手か。そう、昨年ね、セカンドローズ選手かな。まあ、セカンドもね、まあ、広角アーチストの選手がいないんで、誰使うかめちゃくちゃ迷いどころだと思うんですけども、まあ、ローズ選手はね、個人的にはかなりおすすめかなと思います。もちろん、表ステータスも強いですしね、裏ステも守備適性も高いんで、まあ、今年はね、登場する可能性ちょっと低そうですけどもね、まあ、来年以降のローズ選手の登場にね、期待したいなと思います。まあ、OB 第2弾、第3弾とね、どんどん激アツになっていくと思うんでね、まあ、第2弾登場日はね、当初にまだ、あれこっちで言ってなかったか。10月下旬からやっぱ11月にかけてね、登場してくると思うんで、まあ、今月末、来月あたりにね、登場を期待したいなと思います。まあ、アニバとかもありますしね、今後どんどんね、盛り上がっていくと思うんで、トロスピね、メジャースピか。メジャースピもね、始まるらしいんでね、かなり楽しみな1ヶ月になってくるんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さんのね、欲しい選手とか、狙いの選手がいれば、コメントで教えてください。僕は、誰だろうな。張本選手とかめっちゃ欲しいかな。そう、張本選手ね、昔ランキング漏れてまだ獲得できてないんで、そう、張本選手の2チャームバージョンとか、登場してきてくれたらね、めちゃくちゃ嬉しいなと思います。まあ、あと基本的にね、1チャーム目線になっちゃうんですけども、まあ、1チャームのね、OB の選手はね、欲しいなと思います。田中選手とかも欲しいかな。あとはね、12球団制的にもね、まあ、僕結構もうオーダー揃ったんで、結局ね、スピリッツ解放だけでも結構十分な気もするんですけども、まあ、誰だろう、ブーマー選手とかも欲しかったんですけどね、新しいやつ。僕のイベントし忘れでできなかったんで、結構後悔してます。はい、ということで、ちょっとめちゃくちゃ泣いてますけども、今日も、この後ドライブ行ってこようかなと思います。だいぶ北海道行きまくったんですけどもね、最近、ちっちゃい時以来行ってない、シャコタン、の寒い岬の、はい、温泉行ってこようかなと思います。ということで楽しんできます。あざした。